昨日のホストさんかな、え、あの俺が寝出しちゃいかな。おかえりドクター。ああ、まあ俺寝てしまったんだけどね、申し訳ない、寝てしまったわ。あの試合寝てしまってね、申し訳ないわ。ワールドじゃないんだけど、でくれたの。やっぱりずっと深夜帯も起きてるから、普通に今起きてる時間帯に見えても、俺は寝てしまってね、申し訳ないことにしてしまったわ。まあそういうことがあったんですか。俺もワートじゃないんだよね。もう多分これも動画見てる人はもうご存知で、あのワートじゃなくてずっと起きてたから眠たくなるんだよね。いやー、俺もね、試合できること楽しみにしてて。ことがあったのか。まあ、試合したかったけど俺が寝てしまったからね。俺も悪い部分もあるからね。楽しみにしてたんだけどね。2週目くらいだよね。2週目多分話してて、2週目くらい。あ、狼じゃなかった。狼。あの、ホストさんが狼でっていうのもあったんじゃない？ワラトやってると思ったのかな？いや、ワラトじゃないんだよね。それじゃあ出発しようか。新入隊持ってるからな。みんな、僕のルートに沿って行動してね。言ってしまうな。ドクター、ここ、私の武器は、誰にでもあった縁、縛られるつもりはない。戦場に出たからね、死ぬ覚悟決めろ。奴らが災いを生み出し、戦争を引き起こした幻想なんて。一回で一回りしたみたいな。一回りしてないか。もっと声を上げろ。戦場に出たからね、死ぬ覚悟決めろ。心配の前に見せましょう。やっと使わないの分が。奴らが災いを生み出し、戦争を引き起こした元凶なの。お前の叫びなんて誰にも届かねえよ。敵へ録音、攻撃、3、2、1、いけー。いてえか、いてえのか。すべては秩序にのっとるべきだ。摂理に反することなど誰にも許せない。まあそうだよね。あの配信見てるときは戦ってないからね、一切ね。配信見てるときは本当に戦ってないから、もう大丈夫大丈夫。俺はわかるんだけど、本当に今ね、書き込んでもいないから見てないだろうし、そもそもそういうふうには戦わないからね、このゲームね。まあちょっとね、俺も見てしまったね。ヘッドセットのチェックは済んだ。大神だ。システムオールグリーン。ドクター、ここどけ。相手のターン。リンゴちゃん、今日もよろしくね。いけー、虫の照り返しでめくらましたよ。ついてきて。特戦即決。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。エクシア、援護。本気で行くよ。そこに並びやがれ。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。油断の気持ち。いけー、雪の照り返しでめくらましたよ。そこに並びやがれ。瞬きせずに自分の死に様を見届けることね。皆さん、安全確保が第一です。お前の叫びなんて誰にも届かねえよ。
なしって。いけー、雪の照り返しでめくらましたよ。それどうやってくれるんだ。選び方だな。ハストーキの選び方によって聞いてーのか。アップルパイ。あとは大勝利。ドクター、あたしちゃんと役に立てた？まだまだなんで、あれがないから SOS が1個足りない。今、おかえり、ドクター。時間のぐらい無理。無理じゃん。5回休止、あと2回行うとかじゃない。これでもやるの方にやるのがないの。これで1回扱いになればな、1回扱いになるかな。あ、1回扱いになる。あ、でこれで来るしかないね。次の次だな、明日だな。休憩所にも使いたかったけど、さっきみたいに使いたかったけどね。どうですか。さすがに、俺も戦えればよかったけど寝てしまったね。オオカミだったっていうのもあって、眠りたくなったっていうのもあってさ。いや、その試合の前で目が覚めたと思ったら、お2周目寝てしまったみたいで。劇的に勝ってね、2日目で勝ってね、あの、占い師の新規プレイを。人がいっぱい入れそうだね。まあ、入りそうになったんかな。何をしたのマスターにはね。まあ、わざとではないんだよ。動画見てたら分かんないけど、これ、夜の時間帯。あ、まあ、さっきはさっき起きたばっかりで。さっき起きて、それでとか、ってやってんだけど、昨日はずっと、ずっとやってたからね。で、あの時間帯だから眠くなんだよね。おかえり、ドクター。今日は、でちょっと50分ぐらい作って、次の日からやっとシルバー。はーい、大きい部屋、人がいっぱい入れそうだね。どうやって、あれ、あ、買わなきゃダメだったな。買わなきゃダメだ。おかえり、まだ戦えること楽しみにしてるわ。ちょっと始まった。俺も88だった。足りなかった。88だったわ。あ、だから今日の任務クリアしないと無理じゃん。まあいいや、今日の任務クリアして、いいな。30ばっかじゃクリアしよう。面倒くせえから、もう向こうの突破やるか、向こうの突破やるか。どうせ使うしね、これ。こういうとこやろう。で、取って、買って、50分くらいで、今日からやってるうちに、わあ、次の日にはやっと解禁か、ようやく。ようやく。完璧な戦果を上げてこな。殺すつもりなら、殺される覚悟で来い。あ、でもそっから終わってねえんだよな。一気に型をつける。じっとけ。できる。30くらいの一瞬です。私の武器は誰にでも扱えるが、他人を傷つける悪党に許しを請う権利なんてないわ。3、2、1、いけー。10時間くらいで切って、私の武器は誰にでも扱えるわけではない。やっぱり10時間くらいでもうリスキーだったからね。何か6人やろうって言って、身の安全に気をつけ て、 だなと思って。私の仲間を傷つけたければこのピンチを乗り越えよう。まあ、2日前のものにやっと頼むので、私の信用忘れたことはありません。いけー、雪の照り返しでめくらましたよ。いらない分貴様の生死は私が決める。
ついたよ。私の得意技を見せてあげる。いけー、雪の照り返しでめくらましたよ。本当にこだわってる人だろうね。池役の上を目指してる人、マックス契約。ドクター、お疲れ様。帰ってしっかり休みましょう。ああ、それも5だか4だかなんだったか、あれの昔のやつが。おかえり、ドクター。プレステのあれのあれになってたのだっけ。フリープレイになってたから、プレステに入ってんな。5か。どうかわかんないけど入ってる。予防援護。入ってるな。あ、いや、入ってたような気がする。確か入ってたな。ただ古いやつだと思う。4かもしんない。最新作がわかんないけど、最新作の前のやつじゃないかな。あのフリープレイ入ったね。うん。X かだらしいんだったら5、4かな。なんかフリープレイやってたような気がするな。1年以内。気のせいかな、俺の。俺の気のせいかもしんないけど。違ってるかもしれないけど、ああ、楽しそうだなって気はしてる。あと、どうやればこの、あ、てか帰るな。バイトに行って買って。にしない。まあ、ビーザ使わなくなるのも見えるかな。わーい、大きい部屋。人がいっぱい入れそうだね。50分かな。大丈夫。36分、あ、58分だな。8時26分。おかえり、ドクター。あったかな。あ、ゲームズやるか言えばわかるんだけど。出てくる。ちょっと元気にやれば見れるけど。あるか。4だ、4。4だ。4のやつはフリー。4がフリー。5が出てたときに、多分それのあれの関係で、5が出るっていう関係で、こう、ちょっと一つ前のやつが。あれになってたんだね。リプレイになってた。うん。スイッチだけみたい。なんか、もしかすれば微妙に開発チームが違うのかもね。微妙に。あの、プレステとスイッチ版で。まあ、1年おきに出せば、1年か2年おきに出せば、大声出せばね。まあ、このそろそろ。ドクター、終わってない仕事がたくさんありますから、まだ休んじゃダメですよ。なんか忍者のなんか感じみたいな。その感じみたいな。やってみたけど、あの練習のやつをやってみたら。あ、俺は買わ、数の意味は買わないので、別に、あの、ゆっくり人狼やりながら、かなぁとは思う。あ、ゆっくり。そうね、まあどうかなと。多分人狼ほとんどメインでやってるから、多分ね、安くなってからでもいいんじゃないかなと思ってる。なんかすげえ値が下がるからね。プレステの時にがっかり感が半端なかったからね。あ、うん、1ヶ月だったか3週間で半額になってたりとか。俺も早く発売日に買ってさっさと1週間でクリアできるかなと思ったら、俺は長 B で、もうクリアが長 B で、うん、長 B で結局そのうち待ってたら、3週間か1ヶ月くらい経ったらもう値が下がってっていう。あの、多分すごい売れてるから、逆に人も多くなるってことなんだ。で、まあ大体人狼は多分メインでやってると思うから、まあ1ヶ月か2ヶ月くらい遅れでも、1ヶ月くらい遅れで買ってもいいかなとは思ってるかなって、今は半額とかなってからでもいいかな。
っぽいね。ただプレステの方は値下がるけど、スイッチはそんな大幅に値下がるかなっていう気がするけど、気がするけど、まあゆっくりどうかなとかと、ゆっくりかな。多分ね、人狼の方メインでやると思うから、合間でやると思うから、まあ、俺今度個人的にもうがっつりやってエンジンを捨ててもいいんだけど、個人的にはでもそうなるとあれだと思うんで、多分合間を見てねやることになるから、まあどうかなと思って、多分素材いっぱい売れるからいっぱい反動で半額ぐらいになりそうな、プレステではなるけどな、スイッチはなんのかな、わかんないんだけど、スイッチってね、わからんな。13日か。まあいいや、お金やるか。どうせ、あれ必要だしね、お金。お互いのやつが1個終われば、やっと解禁だな、ようやく。プロは暗証解禁の日がやってきたら、新銀山が。あら、どっかはまだ終わってない新銀山だからな。やっと昇進できる。出撃エクシア、援護を。レベル7でも、お仕事スタート。新さんでも、まあ、一応遠距離で使えるから。みんな、助けに来た。どけ。話せた。主の名を。リンゴちゃん、今日もよろしくね。3、2、1、いけー、ついてきて。直線速決。戦場に出た。名前どう、死ぬことは決めろ。私が戦ってきた厄災と比べれば全然大したことない。お前の叫びなんて誰にも届かねえよ。戦場に出たから死ぬ覚悟決めろ。待ってるよね、多分ね。いや、どうしよう。油断の気持ち。ガードが位置についたね。よし、ドローン起動。いや、でもこれでどうです。あれでもプレステの前一応見ることは、ただ瞬きせずに自分の死に様を見届けることに。でも今までやった人たちがいるみたいで。ドローンの調整も OK、 いつでも飛ばせるよ。痛えか、痛えのか。原神の千人たちじゃないけど、敵を爆破、攻撃、お花ちゃんたち咲き誇れ。普通の人たちはもうお前の叫びなんて誰にも届かねえよ。やらなくなるけど、アップルパイ、ある程度楽しんだ。まあ、分かんないな。世界に出るクラスの人は一生懸命してんじゃった。そこに並びやがれ。アルチの世界には降りてこないけど、日々上手にしてんじゃないの。はあ、ドクターの期待は裏切ってないわね。クライに方へ回って出せばいいんじゃないな。プレステ5もできたから、プレステ5だの、モンハンできたらプレステ5とさすがに買うのやってくるだろうな。というか今買えるのか分かんないけど、プレステ5って。おかえりドクター。流通してんのか分かんないけど、ゲームショップ行ったのか分かんない。あっ、あっ、で今やるか。あの今日は任務達成するために1回だけやっておしまいだな。で、8時半くらいに、まあ、まあ、8時半でもいいけど、一応これ覗いて、あれが終われば。な、出発か。みんなソロ、昇進素材もそう。貴様の生死は私が決める。最近だらよ。うん、知る。いや、でも、いろいろ。気をつけて、みんな助けに来たよ。ちょっと乱暴だけど、硬い金属とかシェルターを切り裂くのが好きなんだ。みんなこっち来て。戦場に出たからには死ぬ覚悟決めろ。これで分かったでしょ。やってみる。技術は強めの強いし、気をつけて。ミル頑張ろうね。みんなこっち来て。負傷した者はすぐに知らせるんだ。見るとわかるな。勝てないからわかんないけど。今行くぞ。いや悪いね。僕は別に信徒じゃないよ。違うやん。ここの人は戦場に出たから死ぬ覚悟決めろ。死んでピンとこないっていう。
うん、強い時に戦うと脆い。出発するわよ。貴様の生死は私が決める。やってみましょう。切りつく。ドクター、ここっていい？全て予想通り。作戦開始。私の武器は誰にでもある。本気でいくよ。警戒態勢を維持します。これで分かったでしょ。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。黙っている。リーフ、頑張ろうね。みんな、こっち来て。治療開始。どけ。止血開始。いや、悪いね。僕は別に信徒じゃないよ。どけ。ない頃は使ってるけど。投稿を拒む者には容赦はできん。おかえり、ドクター。一回行く分があるな。で、今作ってるけど。このドア